こんにちは、ざっくり解説チャンネルです。今日はですね、及川幸久さんという方、この方はね、YouTube でもすごく有名なんですけれども、この方が、ザ・コアというチャンネルの中でオンライン講演会をしたんですね。その時に、イスラエルのこと、それから、聖書のこと、アメリカのことなどを話しされたので、そのことをちょっとお話し今日はしてみたいと思いますね。まず今、イスラエルの戦争があっています。ハマスとっていうことで、言われてますね。で、ガザに侵攻しているということなんですけれども、このハマスなんですが、これを作ったのはイスラエルだと言っているわけです、及川さんですね。で、これはですね、実はこの翼の塔の、根本さんが、あれですね、飯山あかりさんに伝達するときに、そういうようなことを言ってたなと私も思ったんですけど、で、これはですね、なんか陰謀論臭いなって私なんかも思っちゃったんですけど、でも、どうなんだろう、本当のところみたいなところがやっぱ誰でも考えますよね。それでちょっと出してみました。で、及川さん自身も、今からお話しすることは、陰謀論だと思ってたというんですけれども、今はどうもそう思ってないみたいなんですよね。で、私は、正直言って分かりませんということを最初にお話ししたいと思うんですけれども、私が知ってることもちょこちょこ、入れてお話あとしたいと思うんですが、私は、子供の時から、聖書を知って、キリストを受け入れてということでクリスチャンでありますね。で、ずっと教会に通っていますので、聖書には親しんできました。で、私の解釈は合ってたんだろうかなと、もう一度ちょっと考えさせられたりもしたんですけれども、今回だけではちょっと長くなるので、2回に分けてちょっとこれお話ししたいなと思っています。で、まず及川さんが言っているのは今言ったようなことで、ハマスはイスラエルが作ったということ。私が知ってるのは、ハマスはある意味、ガザの中で、塔として出てきたんですよね。で、元いた、支配者と、喧嘩になってというか、闘争で、塔として、そのガザの市民に選ばれてきたのが、ハマスできたのがというふうに聞いていましたけれども、ガザに支援をイスラエルがしてきたのは、それは多分、人道的なことから、ガザが大変だろうと思って支援をしたんじゃないかというふうに私は聞いていました。でですね、それを、ハマスはイスラエルが作ったというふうに表現をしているのかもしれないですね。っていうか、アメリカではそういうふうに言われているのかもしれないです。それは、アメリカの議員がなんかそういうふうに言ってるっていうふうに、この及川さんは言ってますが、しかしですね、その意味が少し違うんじゃないかなと私も思うんですけれども、だからハマスがテロのをするような集団になったのは、初めからでは多分なかったような感じが私も聞いた時にはしていました。住民から、なんて言うんでしょう、指示されてできた党だというふうに、聞いていたんですけれどもね。ですけれども、ただですね、イスラエルもガザに、支援っていうのは確かしてたと思いますね、生活などのね。だから、そういうふうに思われてるのかなっていう気が私もしていますが、これを信じている人もどうも多いんではないかなという推測はしています。で、及川さんの話に移りますが、これは誰でも知ってることですけど、1948年にイスラエルが建国されたんですね。で、この時の建国の様子について、ロスチャイルド家が建国に携わったというようなことを、
まあ言ってるんです。ロシチャイド家っていうのは皆さんもよく知ってると思うんですけど、ユダヤ人の、金融の、大ボスといってはあれですけれどもね、金融業界の方で、そのもう有名なね、財閥といいますか、そういうものだと思うんですけれども、そのため。ですね、それでそういうふうに言っているんですが、このロスチャイルド家が作った時にですね、ユダヤ人だけでは心配だということで、アメリカのキリスト教徒を味方にしたいと思ったらしいんです。及川さんが言うにはですね。それで、出てきたのが、そのサイラス・スコフィールドというアメリカ人の弁護士さんであり牧師である、その方が出てきまして、この方が、を味方につけて、この方が、スコフィールド・スタディ・バイブルっていうのを作ったらしいです。だから多分聖書を元にして、この聖書に注釈をずっと入れて、作ったものという、注釈が入ってる聖書ということで、その時には画期的なものだったんでしょうね。そういうのを作ったようですね。で、それを作って、で、それがなぜイスラエルのあれになるんだろうかとちょっと思いますけれども、実はその元に立っている考え方ですね、その聖書の元に立っている考え方がディスペンセーション主義だというんです。で、このディスペンセーション主義っていうのは私も前から知っていますけれども、中川健一先生ですね、日本の牧師ですけど、この方もディスペンセーション主義に立っていると言われています。で、それで終末論なんかの本を書いてるんですね。で、もちろんアメリカでも有名な、福音、あ、じゃない、キリスト教の中もいろいろ分派があるんですね。で、それは神学的に分かれていることが多いんですけど、その神学の一つだということです。それがディスペンセーション主義ですね。で、ディスペンセーション主義って何かっていうと、その典型的歴史観というふうに及川さん言ってます。で、これは歴史っていうのは神の計画によってずっとなされていくんだって、流れていくんだっていうような考え方ですね。で、そういうことを広めるためにこの聖書を作ったんだというふうに及川さんは言ってるわけです。で、このディスペンセーション主義の大きなあれとしては、パレスチナをそのイスラエルが相続して、イスラエルが復興して、そして、そこにキリストが再臨するというような、考え方だそうですね。で、この考え方のために、シオニズム運動などが起こって、そして政治的、軍事的国家であるイスラエルというのができたと言っています。で、これはね、聖書を私も読んでいたので、確かにそのイスラエルというか、ユダヤ人がまた集まってきて、イスラエルの国ができるんじゃないかというような感じのことが書いてあ、そのそのままズバリイスラエルを建国すると書いているわけではないけど、それに近いようなことが書いてあったと思うんですが、それはちょっとこの次回に回したいと思うんですけど、次回はその中川先生の本を中心に、出したいなと思っているんですけど、なんですが、聖書を普通にただそのディスペンセーション主義とか関係なく読んでも、それに近いようなことが書いてあるだろうなと思いますし、ただですね、その政治的、軍事的国家っていうのは、そんなこと書いてたかなっていう感じはするんですよね。私もそういうにはちょっと聞いてなかったんですけれども、なんかその辺の解釈がまたちょっと飛躍してるかなっていう感じがします。で、そういったことは全部神様がアブラハムに、約束したことであるということなんですね。だから、もちろん聖書の中にはアブラハムにいろんな契約として与えてるものがあるんですよね。で、そこには、そういったような、今言ったようなことが入ってるだろうとは思いますが、
繰り返しですけど、政治的、軍事的国家っていうことは書いてたかどうか私にはちょっとわからないなと思うんですね。それで、まあ、ただそのイスラエルという国が復興するだろうっていうようなことは、まあ、書いてあったのではないかなと、書いてあった、それに近いようなことが書いてあっただろうと思うんですね。まあ、しかし及川さんはそんなことは、なんか聖書はどこに読んでも書いてないって言われるんですね。で、これ国際、この方は国際キリスト教大学の大学院を卒業して神学を学んだというんですけれども、まあ、だからあくまでこの方が言いたいのは、今までこう導かれたイスラエルの建国などといったようなことは、このディスペンセーション主義から出ているんじゃないかっていうことなんですね。はい、で、私もそれはちょっと今回、まあ、初めてこう、まあ、入った情報といいますか、まあ、ディスペンセーション主義は知ってましたけど、そのあくまでね、一つの宗、まあ、宗派というより、まあ、神学の一派で、ただしかしながら、その考え方は日本にも多く伝わっているだろうと思うんですね、アメリカからですね。はい、だから、まあ、一般的にこう日本では教えられてきたことじゃないかなっていう気はしていますが、はい、で、これがですね、この及川さんは一体何が言いたいかというと、このロスチャイルド家がですね、まあ、問題があるというか、このロスチャイルド家が、まあ、ユダヤ人ですけれどもね、はい、で、このロスチャイルド家が、一応ですね、国際金融業界の、まあ、トップのトップですから、そのトップが、まあ、ここがちょっと飛躍してるんじゃないかなと思うし、本人もかもしれないような言い方してるんですけど、サタニズムと関係があると言っているんですね。で、このサタニズムっていうのは、多分私が想像するには、悪魔崇拝といったようなものではないかなと思います。ちょっともう一度調べないとあれですけれども、皆さんも調べてみてください。で、ですから、そういうふうなこととつながってるんじゃないかと言いたいようなんですね。で、この、まあ、これってはっきり言って陰謀論じゃないかって皆さんも思うと思うし、私ももちろん今でもあんまりね、深入りちょっとしたくないなとは思っているところですが、このことをなんか暴露した人がいるようなんです。それが、まあ、最近になってというかですね、現代になってて、ロナルド・ベルナルドという人でね、元銀行家だそうです。これちょっと調べたら出てくるようですけれども、金融ピラミッドのトップにいた方だそうです。その方がなんか暴露をどうもしたらしいという話ですね。はい、で、まあ、そのトップの方には、まあ、いろいろ、まあ、主権国家というものがあるようなんですね。これがスイスとか、あと、まあ、イギリスにもあってですね、シティ・オブ・ロンドンというところがあるんです。これ、ロンドン市ではないんですよね。ロンドン市の中にあるけれども、その一部みたいなんですけれども、そこにやっぱり金融業界があると。で、その金融業界に及川さんはいたようなんですね。それは私も金融業界に及川さんがいたって話は前に聞いたことが、なんかで読んだことがあるんですけれども、そのここのシティ・オブ・ロンドンにいたとは知らなかったですね。はい、で、ここの主権国家という今言った金融業界が、サタニズムと関係しているということではないかということを 及川さんは言っているんですね。だから自分も、まあ、ただの陰謀論だと思っていたらしいです、及川さんも。ですけれども、そういう暴露する人たちが現代になって出てきて、それでもしかしたらとどうも思ってるようですね。で、これはまた後編もあるようなんですけど、後編は有料なんですけどね。はい、だなっているようです。これが及川さんのお話です。
で、私は次回ちょっといろいろとお話ししたいと思いますが、まずはですね、イスラエルは、及川さんが言うように2000年ぐらい、2000年前は、イエス・キリストの時代には、ヘロデ王って王様が一応治めていたんですよね。イスラエルという国があったわけですけど、でもはっきり言ってあったというよりもローマが、支配をもうしてたんです、上から。だからまあ国があったという、王様っていうのは仮の王様みたいな感じで、 その時はロシアじゃないです、ローマの総督が、支配していたんですけど、ローマが支配していた。でもまあイスラエルというかユダヤ人の集まりがあったわけです。イスラエルの国があったと言ってもいいと思いますね。その上からロシアのローマが支配してて、でこれは新約の時代で、旧約の時代にちょっと遡るとですね、 紀元前の800年頃には、南と北に分かれてちゃんとイスラエルという国があるんですね。だから、その前はずっとイスラエルという国があるわけです。でもちろんダビデの、王様の時代には、南と北を統一した、イスラエルがあったわけですね。イスラエル王国があったわけです。だからまあ現実はあったんですね。それがまあ聖書の中にももちろんありますし、歴史の中にもあるだろうと思います。じゃあ次回ちょっと詳しくお話ししてみたいと思います。